トンネルこの話は地元の心霊スポットとして有名なトンネルに行った時の話ですそこには遠足やちょっとした遠出での寄り道として普通によく通っていました随分前ですが中学生の頃 遠足でそこを訪れた時、友人三人と並んで、そのトンネルを通りました。中は薄暗いのですが、そんなに距離もないし、いつも通ってるということと、普通に何人もの人が通っていたので、特別怖くはありませんでした。ところが、トンネル内の途中で、一人で歩く、 歳ぐらいの男の子を見つけました親もいないみたいだしつい目で追っていましたその子からは嫌な感じはなくむしろ温かいような懐かしいような感覚がその時したと思いますですがその時は特に気にせず そのまま出口に向かいました。そろそろ出口付近だというところで、今度は白いワンピースを着た髪の長い女性を見かけ、この時はなんとなくですが、ああ、この人は生きていない、そう思ったんです。その人は、おかんの塊のような感じがして、体全体が、 彼女を拒否してるかのようでともかく気持ちの悪い人でしたと言っても顔は見えていませんパッと見は綺麗そうでしたでも雰囲気が気持ち悪いんですそうしてその人を通り越したところでなぜかすごく後ろを振り向きたくなりました 背中はゾクゾクと寒気が走っているのに、ダメだと脳が訴えてるのに、どうしても後ろが気になるのです。もう無理だ。そう思い振り向こうとした瞬間、袖を引っ張られるような気がして下を見てみると、トンネルの途中で見た男の子がいました。 とても悲しそうな顔をしてこちらを見ています。なんでと思った瞬間、声が頭に響きました。見ちゃダメだよ、お姉ちゃん。帰れなくなっちゃうよ。僕みたいに。そう頭に言葉が響き、 聞き終えた瞬間、涙が流れていましたなぜかはわからないのですがトンネルからだいぶ離れるまで涙は止まりませんでした涙が止まるまで背中にはずっとおかんにも似た寒気が走っていましたが収まるまでその男の子は袖を引いて 一緒に歩いていてくれましたそういえばその男の子は友達や同じ学校の人たちには見えていなかったみたいです同じ班の友達が心配してくれていたんですがその時の私は泣くばかりで何も言えませんでした寒気が通り過ぎた後 男の子も消えてしまったのですが私はあのトンネルに帰ったんだなそう思いましたその後は無事に遠足を終えバスで帰りました帰りのバスの中で霊感があると言っていた友達が「あの子が助けてくれたんだよかったね」 急に声をかけ言ってきて、さらに。あの子も一緒に帰らせてあげたかったね。きっともう随分と前からあそこにいるんだよ。あなたみたいな子をずっと前から助けてあげているんだろうね。誰から 私はなんとなくわかっていましたが、そう聞きました。あの、般若のような顔をした女からだよ。連れて行きたかったみたいだよ、あなたのこと。えその言葉を聞いて、私は口を開けて、しばらく放心状態になっていました。 霊感の強い彼女にはしっかりと見えていたらしいのです。般若のような恐ろしい形相の女が物欲しそうに私を見つめながら後を追いかけていた姿をしばらくしたら諦めたようでトンネルに帰っていったそうです。きっと 男の子が消えたときのことだと思います。あの男の子が何者なのかはわかりません。調べる気も特にはありません。ですが、その日以来、そのトンネルを通っても、男の子も、あの女も、見ることができませんでした。 「あの女には出会いたくないですが男の子だけにはどうしても会いたかったです」「会ってお礼が言いたかった」「その時以外私には霊的な出会いは何もありません」「でももう一度だけもう一度だけでいいのであの子に会いたいです」 今回は「10年近く前休日に何かの用事で車を運転していた時自分の前を走っていた大型トラックの荷台からでかい端材みたいな鉄がすると後続の自分めがけて 滑り落ちてきた避けようと反射的にハンドルを切ろうとしたのと同時に「ああこれは避けられないな」と妙に冷静に確信した一瞬で諦めたというかとにかく死や痛みへの恐怖はなかったと思う スローモーションのように鉄の断面が目の前に斜めに迫るのを見ながら、葬式はどうしよう、パソコンに恥ずかしいデータが出しっぱなしじゃなかったか、なんてことまで考えていたかも。ところがその時、左耳に向かって真横から、お前の弟が 泣いて頼むので今回はという声同乗者なんていない何もいない空間から何をどうしたものかさっぱりわからないけど結果的にはよけていたルームミラー越しにその鉄の端材が。 路上に横たわってるのを見てほっとするというよりなんでっていう感覚車にかすりさえしないってどういうことなんだろう俺の後続には距離をあけてライトバンがいてそいつトラックの伴走だったようだ 落ちた鉄の前で止まり慌てて人が降りてきたその時点ではこっちはほとんど止まりそうなくらい減速していたがなんだかよくわからないながら何もなかったんだからまあいいやと落ちた鉄とこっちを見ているライトバンのおっさんとトラックをミラーでチラ見しながらそのまま走行した。 早くそこを離れたかったんだと思う。奴らの胸ぐらをつかんで怒鳴りつけることは思いつきもしなかった。ハンドル操作が間に合った気がしないんだけど、避けれる大きさじゃないし、頭上を飛び越えるわけないし、俺の車がどうやって避けたのか、 後続者にはどう見えたのか聞いてみてもよかったかもしれないとは車を走らせながら後でちょっと思ったそれにしてもあの声が何なのかがわからない「今回は」ってその後が「今回は救ってあげる」なのか 今回は見逃してやる、なのか。女の声ではなかったようだが、男の声だという確信もない。大体、弟って誰だろう。俺に弟はいない。親はすでに亡くしてるので、今後も生まれる予定もない。義理の線もないし、 嫁には死産だったが妹がいたそうだけど泣いて頼んでくれたという弟じゃない誰かに俺は感謝すべきなのかどうか確かに左から聞こえては来たんだけどコンマ何秒だかマイクロ秒だかの間に誰かが言葉を発して空気を伝わって 俺の鼓膜が震えて、なんてちょっと考えられないから物理的な音声ではなかったのだろう多分どうやっても避けられないと見えた状況そのものもパニックで脳がとっちらかって認識しただけと思えばまあ説明はつくただ弟なんていない 言葉にしたらそれじゃと改めて頭上から鉄骨が落ちてくる。なんていうこと万が一にでもあったら嫌だなと今まで誰にも言ったり書いたりする気が起きなかった話だ。長く乗っていたその時の車を今月手放したので関係ないけどなんとなく書きたくなった。 バイク乗りの友人。その友人を仮に a としよう。a はどっちかというとリーダー的存在だった。みんなを引っ張っていくというより、飄々とした感じの性格で自然と周りに人が集まるような感じのやつだった。 そんな A のバイク仲間の一人に B という男がいた B はちょっとマイペースな性格でツーリングでも時々自分勝手な走りをして A やみんなを困らせるような人だったらしいしかしどっちかというと気の弱い方で根は悪いやつではないから仲間としてそれなりに 付き合っていたという。A いわく、まあ、クラスに一人くらいはいるじゃん。悪気はないけど、自分で気づいていないっていうか、天然っていうか、それほど仲いいってわけではないけど、悪いってわけでもない。そんな友人の一人。だそうだ。ある日、いつものように、 仲間とツーリングしてその帰りのことすっかり日は暮れていた途中で自由解散となって A は帰りの方向が同じ B と一緒に走っていたしばらくすると前を走っていた B がいきなりウインカーを出して一軒のファミレスに入っていた A は、またか、仕方ねえなあ。と思いつつ B についていった。B はトイレから出てくると、<laughs> ごめん、なんか喉乾かねえ。と笑いながら席に座った。A は、お前トイレ行ってんじゃん。と苦笑いしつつ店員を呼んだ。 らく無表情な店員がやってきて「いらっしゃいませ」とテーブルの上の「おすすめ」が書いてある紙の縦札を見せつけたそれには「パッションフルーツドリンク」が書いてあった A はめんどくさかったので「ああじゃあこれ一つ」と言うと B も「ああじゃあ俺もそれ」と続ける「パッションフルーツドリンクお二つですね」と店員は冷ややかに答えた A はなぜかやけに眠気を覚えていた B はそんな A にお構いなしに たあいもないことを話しかけていたいつもはそれほどおしゃべりな方ではないその B の態度が少し変に思えてきたいつの間にか目の前には真っ赤なパッションフルーツドリンクが来ていた少しうとうとしながら B の話に適当に を打っていると「おい A、ね、えちゃんと聞いてんの?」B の思いがけない口調に A は驚いた <laughs> 聞いてるよいつもの気の弱そうな彼とは打って変わって厳しい口調で続ける <laughs> A はいつもそうだ。 俺の言うこと全然聞いちゃいない。な、俺のことは舐めてんだろ。そ、そんなことねえよ。その間も、なぜか眠気は止まなかった。嘘つけ。お前らいつも俺の陰口言ってんだろうがよ。と、B はドンとテーブルを叩いた。 その反動でドリンクがぶちまけられてしまったジュースが服にかかって真っ赤に染まるが冷たくないむしろぬるいくらい A はジュースをふこうとするもあまりにもの眠気で体が思うように動かない 見ると B の服も真っ赤に染まってしまっている A は必死に眠気に抗いながら答える「陰口なんか言ってねえよ仲間じゃねえか」事実 A は性格上そういう陰口とかは大嫌いだった。 本当か仲間なんだな。当たり前だ。今日も一緒に走っただろう。じゃあ、帰りも一緒に走ってくれるんだよな。その時 A はなぜか、やばいと思った。次の瞬間、A の携帯が鳴った。さっき別れた別の仲間からだった。 眠気の中、必死に携帯に出ようとする。すると、なあ、走ってくれるんだよな。と、B は目をカッと見開き、凄まじい競争で A を見据えながら聞く。ああ、お前も、この携帯のこいつも仲間だから。 A はそう思わず叫んだやっとの思いで携帯の通話ボタンを押した携帯からはなぜか両親が自分の名前を呼んでいる声が聞こえた A は病室で目覚めた ツーリングの帰り A と B のバイクが接触し転倒したらしい下りの坂道で2人絡まって道路から落ちるような形だったそうだ2人とも生死の境をさまようほどの大けがを負って A は奇跡的に生還し B は A が目覚める前に。 息を引き取ったという。 はいということで本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございましたこの動画が少しでも良かったら評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたしますいつも本当にありがとうございますでは、えー、また次の動画で、えー、とか生配信でお会いいたしましょうごま団子でしたおやすみなさい